春海橋公園水上バス乗り場と、跳ね橋、アーバンゲートブリッジ春海橋公園は、東京都江東区豊洲2丁目及び、中央区晴海2丁目にある公園。東京都公安局が管理する都立の海上公園で、東京都海上公園条例では、不当公園と規定されている。1978年4月1日に、放射台34号線沿いに開園。 春海橋の両岸、江東区と中央区にまたがる東西に細長い立地で、春海橋にちなんで名付けられた。遊具などはなく、複数のベンチと、あずま屋が設置されていた。面積154.74平方メートル。春海橋の東岸、江東区側は、豊洲二丁目と地区各整理事業のため2004年に、閉園した。新たに設置される、 会場公園については当初、豊洲不当公園と歌唱していたが、中央区側の春海橋公園と一体化した、運用をするという趣旨により春海橋公園の名称が採用され現在に至る。2006年10月5日に、南側の一部が開園した。整備中だった南側の区域は2007年4月1日に開園。 同じく整備中だった北側の区域は2008年4月1日に開園。その後、数度の拡張を行い、2012年4月1日時点の開園区域は23,967.84平方メートル。当初の区画整理事業では、春見橋梁を活用し、中央区側と一体化した公園とする予定だったが、中央区側の区画整理の遅れと春海橋梁の 老朽化のため計画は変更され、江東区側のみ整備されている。春海橋の西岸、中央区側は月島運動場交差点から南に伸びる道により二つに分断されていた。春海二丁目区画整理事業に伴い2007年11月30日に西側の区域、2008年4月1日に残りの区域が廃園となった。 当初の区画整理事業では2011年までに、晴海運河に面した公園が整備される予定だったが、区画整理の遅れのため計画は変更され、公園として整備した後に、中央区に譲渡されることになった。書類上は、2012年3月30日に38,544.66平方メートルが開園。同年4月1日に閉園し、中央区に譲渡。 譲都後は中央区立晴海臨海公園として開園し、2012年4月29日に開園式が行われた。周囲の施設は、傍聴の観点から水面により、相当高い地盤に作られているが、本公園に周囲の土地をつなぐ緩やかな傾斜を持たせることにより、浸水性の高い空間を演出している。このため、公園は、 晴海運河に面した土地が割り当てられているが、水上バス乗り場のあるメモリアルドックは、春海共公園ではなく隣接する商業施設、アーバンドックララポートとよすの敷地である。メモリアルドックには、水上バス、東京都観光汽船の発着場があり、羽橋を使用するなど、かつて IHI 造船所があった、とよすらしさを醸し出している。羽橋、アーバンゲートブリッジは、 夕刻から23時30分まで青く、ライトアップされ、さらに周辺の眺めが良く、春宮大川端リバーシティの高層マンション街などが、よく見え、臨海部を望む、新たな夜景スポットとなった。通年入園自由、無料、ベンチ多数あり、トイレ、飲料自動販売機、専用駐車場、子供用遊具なし、夜間は明るめ、釣りか、ありがとうございます。